腰越,越漁港入り口腰越,越漁港の地図防波堤上から船上げ場を望む防波堤上で釣りをする人々から奥に見えるのは江ノ島。離岸堤と小道岬腰越,越漁港と小道岬腰越,越漁港は神奈川県鎌倉市腰越,越2丁目にある第一種漁港である。南を相模湾に面しており、西は神戸川を挟んで腰越,越海水浴場、東は七里ヶ浜と、 それぞれ接している。北側の陸地は、港のすぐ目の前を国道134号が通っている。また、港の離岸亭が、衝動岬を丸ごと覆うように設置されている。港からは、江ノ島を、地元の漁家の船のほかに、遊漁船も多く、休日には一般の釣り客で賑わっている。防波堤、防査邸に陣取って釣りをしている。一般客も多い。 毎月第1、第3木曜日の午前10時からは朝市が行われており、その日の朝に採れたシラスなどの水産品が販売されている。本漁港では以下のような漁法が行われている。なお、2001年の主な漁種ごとの漁獲港は以下の通りである。本港はシラスが特産品として知られている。シラスとは、カタクチイワシなどイワシ類の稚魚のことで、 チリメンジャコなどに加工して食べられている。シラス漁は毎年3月11日から12月31日までの約10ヶ月間にわたり、しけでない限り毎日行われている。季節ごとの漁獲量には4.5月、7月、10月の3回のピークがあり、特に10月には1日に2から3回失業される。通常は未明に失業し、朝のうちに帰港した後、 再び別の魚の量に出るという流れで行われる。1日あたり平均約4 0ラムのシラスが取れるという。朝取れたシラスは生シラスとして朝市において販売されたり、畳いわしに加工すべく天日干しにされたりすることとなる。天日干しには丸1日を要するため、1日に複数回失業した場合においても天日干しされるのは未明の1回分のみとなる。 シラスにはチリメンジャコなど何種類かの加工形態が知られているが、本校は釜揚げシラスが特によく知られている。釜揚げシラスとは生シラスを茹でて水切りしたもののことで、そのまま食べることができる。ただし、長期保存には向かないので、すぐに食べるのでなければ、チリメンジャコなど天日干しされているものを選ぶべきであると言える。シラスや、その加工品などは本港の朝市や、 腰越,越駅付近の水産品店において入手することができるほか、横浜中央市場などにも出荷されているという。また、本港付近の飲食店では、本港で取れたシラスを利用した様々な料理を食べることができる。この地での漁が、いつ頃から行われているのかは、はっきりしていないが、あずま文字5年6月13日の項に、腰越,越ほどの記載が見えることから、 この頃にはすでに漁が行われていたようである。江戸時代になると周辺の5つの浦と共に鎌倉六が浦の一つとして扱われ、初月を江戸城へ献上するなど各種御用を務める見返りとして漁業権が保障されていた。しかし、遠方8年に鎌倉六が浦が江戸新魚場の風浦にされると腰越浦で獲れた漁獲物を新魚場の商人たちが 独占的な立場を利用して買い叩くようになった。さらに、脇売りも厳しく規制されたため裏の漁民はひどく困窮した。1727年5月に腰越,越村を含む周辺の5つの村から出された訴状には腰越,越村では38層の船舶を有していたとする記述がある。ありがとうございます。